ナコーフランチェスコ4世とその妻で、サルデーニャ王ビットーリオエマヌエーレ1世の娘である、マリーア・ベアトリーチェの間の次女、末娘として生まれた。1847年2月6日、スペインの王位請求者、モノハ博、カルロスの次男モンティソン博ファンと結婚した。夫は1860年に、カルリスタ王位請求者となり、1883年には、 フランスのレジティミスト多い請求者の地位を受け継いだ。夫妻は、新婚当初は、モデナで暮らしたが、1848年革命が、起きると、イギリスに移住した。マリーア・ベアトリーチェは極めて保守的な思想の持ち主で、あり、やがて自由主義者のオットモンティソン伯爵とは深刻な、不和が生じた。夫妻は1850年には別居し、マリーア・ベアトリーチェは、 モデナに帰ったが、1860年には、モデナ公爵家と共に、イタリアを追放される浮き目を見た。息子たちが成人すると、マリーア・ベアトリーチェは1872年に、グラーツのカルメル海修道院に入り、マリア・イグナティア修道所として、余生を送った。オットモンティソン伯爵との間に息子を二人設けた。ありがとうございます。